本学は市内に4つのキャンパスを持っています。名古屋駅から地下鉄桜通り線桜山駅までおよそ17分、そこから徒歩12分のところに滝湖キャンパスがあります。その他、市バスでは金山駅よりバスに乗り滝湖で下車します。キャンパス内には古墳があるほど緑があふれ、広々としたキャンパスになっています。キャンパス内には経済学部や人文社会学部、総合生命理学部をはじめ、体育館やテニスコートなどのサークル施設も整っており、他のキャンパスからもクラブ活動のため学生たちが集まります。宇宙、自然の基本原理を探求する理学分野の基礎研究は、科学技術を支える理論的支柱であり、工学、医学、薬学、農学など実用・応用的な学問が発展する基盤として、今日の人類社会の発展に重要な役割を果たしてきました。一方で、東海三県には理学系学部が少なく、理学を志す人材の流出の一因となっていました。この問題を解決するため、名古屋市立大学は平成30年4月に総合生命理学部を開設しました。生命科学、物質科学、数理情報科学のいずれか、または複数に関心があり、好奇心を持って自ら学ぼうとする意思のある人を求めています。生物だけじゃなくて、物理とか科学とか、あとは情報科学や数学など、いろんな知識がつくようなカリキュラムになっているので、とても面白いです。高校は物理だったけど生物勉強してみて、やっぱ生物いいなと思って生物の研究室行こうと思ってたんですけど、徐々に専門性の高い授業を受けるようになってきて、自分の方向性が見えてきて、最終的にはみんな3年の後期から自分の興味のある研究室に入るっていう、やっぱ専門のことをもっと深く知りたいのと、やっぱ日々の研究でわからないこととか興味を持てることがどんどん、失敗の中にも見つかってきて、それをどんどん なんか突き詰めていくのが割と今後の目標だったり、好きなことを好きなだけ、好奇心のままに突き進めても誰からも怒られないし、それがやっぱ研究のいいところだなと思ってます。